タイの首都バンコクにある高級ホテルの一室で毒を摂取したとみられる6人の遺体が見つかった事件で、6人の体内からシアン化合物が検出されたことが分かりました。バンコクにある高級ホテルの一室で、16日、アメリカ国籍とベトナム国籍の男女合わせて6人の遺体が見つかりました。 現地警察が防犯カメラの映像を解析したところ、部屋に出入りする不審な人物はいなかったということです。こちら捜査資料なんですけれども、も事件現場となった部屋の間取り図です。ベッドの近くでですねえ。2人の方が亡くなってこちらで発見されたということ、さらにはこのテーブルの周辺でえ4人の方がですね。発見されたということを示しています。また！ 事件現場にあったティーカップや6人の体内からは猛毒のシアン化合物が検出されたということです6人は日本で病院を建設するとの投資話をめぐり金銭トラブルを抱えていたということで現地警察が詳しく調べています